進撃の巨人に登場する主要人物には強くてかっこいい女性キャラクターが多く存在しますよね。その中でもヒロインであるミカサと肩を並べるくらい強く冷静で美しいキャラクターがアニ・レオンハート。ミカサは人間ながら巨人の力の一部を引き出せるアッカーマン一族ですが、兄は違うことを踏まえれば普通の人間として驚異的な強さだと言えるのではないでしょうか。感情をあまり表に出さないクールで無口な兄ですが、彼女には壮絶な過去や使命があり、思わず応援したくなる人生を歩んでいました。今回はそんな兄レオンハートの人生を生い立ちから時系列にまとめるとともに、彼女が女型の巨人であることを示す伏線も紹介していきます。最終話までの内容を含みますので、ネタバレにはご注意ください。兄の誕生。もともとはマーレ人の家庭に生まれた兄、本来なら幸せに暮らせるはずの彼女ですが、実は母親と浮気相手のエルディア人との間に生まれた子でした。そのため生まれた直後に捨てられてしまったのです。その後収容所に入れられた兄をエルディア人の血を持つ外国から来た男が引き取ることに。エルディア人の彼もまた兄と同じような境遇で収容所に入れられていました。この育ての親となった男は兄を幼少期から厳しく育て、後に兄の特技となる格闘術を叩き込みます。当時の兄と父親の関係は親子と呼ぶには程遠く、父親は兄の存在を道具としての価値しかないような扱いで接していました。熱心に格闘術を教え込むのも、兄をマーレの戦士に鍛え上げて名誉マーレ人の権利を得るためで、自分の生活を豊かにするのが目的だったのです。そんな父親に対して嫌気がさした兄は、ある日これまでされてきた仕打ちを返すかのごとく父親の足を何度も蹴りへし折ります。二度とまともに歩けなくされたにもかかわらず、これなら武器がなくても敵を殺せると言って父親は喜んでいました。血のつながりもなく厳しく育てられてきましたが、実は親子の愛情が全くなかったわけではありません。それがわかるのが、兄がライナーたちと共に戦士に選ばれパラディ島に向かう当日のことです。父親は兄に膝をついて、これまでの彼女に対する仕打ちを泣いて謝ります。自分が間違っていたことを認め、戦士隊の地位も名誉マーレ人の称号も全て捨てていいから生きて帰ってきてくれと懇願します。目的のための手段として兄を利用していた男はいつの間にか本当の父親になっていたのです。これをきっかけに、今まで生きる価値を見出せなかった兄の生きる姿勢が変わり始めました。虫を平気で踏みつぶすほど命を何とも思わなかった以前と比べて、生に執着するようになってきます。戦士としてパラディ島へ潜入。鍛えまくった兄はその後マーレの戦士候補生となり、さらに能力が認められ女型の巨人を継承します。女型の巨人は高いスピードと持続力を兼ね備えた万能な体であることに加えて、他の巨人の一部を取り入れることで能力が発現しやすいという巨人であり、高い格闘技術を持っていた兄にぴったりでしたよね。こうして兄はライナー、ベルトルト、マルセルたちと共に基礎の巨人の力を奪還すべく、パラディ島潜入作戦のメンバーに選ばれるのです。845年、パラディ島へ潜入した兄たちはウォールマリアの壁を破壊し、その混乱に乗じて侵入に成功。なお、マルセルは道中で死亡してしまいました。その後、開拓地で暮らしながら、ヒ素の巨人の情報を集め、さらに有力な情報を得るため、第104期訓練兵となります。ここからが本編で初登場する兄につながってきます。104期訓練兵。訓練兵時代の兄は上位10名のうち4位となかなかの実力の持ち主。キース教官からの評価は、斬撃の侵入角度に火の打ち所がない、目標を深くえぐり取ると評されています。得意の格闘術は巨人に対しては何の役にも立たないと自重していますが、兄がエレンに対し格闘術を教えるというシーンもあり印象的です。この時の成績は1番がミカサ、2番がライナー、3番がベルトルトでしたが、マーレにいた頃平凡な成績だったライナーより兄の成績が下だとは考えにくいため、この4位という成績はマーレからのスパイとして目立ちすぎないように調整していた可能性も高そうですね。なお、成績上位者のほとんどが調査兵団への入団を選択する中、兄は憲兵団を希望し入団しています。これも憲兵団側からヒ素の巨人の力を探ろうとしている様子がうかがえますね。女型の巨人。第57回壁外調査で突如として調査兵団の前に現れた女型の巨人。高い機動力と何でもできる汎用性の高さが最大の強みである女型の巨人は、精鋭揃いのリヴァイ班や多くの調査兵団を襲撃し圧倒的な力を見せます。巨人化したエレンとの対決では回し蹴りで撃破し、一度は始祖の巨人継承者だったエレンの捕獲に成功しますが、この時はリヴァイとミカサの妨害によって奪還されました。そんな女型の巨人の正体が兄だとわかるのは少し先になりますが、実は作中には兄が女型の巨人であることを示す伏線がいくつか隠されていました。まず2巻7話における兄とライナーの会話。
ライナーたちの近くに巨人が群がってきた危機的な状況で、兄が、ライナー、どうする?と聞くと、ライナーは、まだだ、やるなら集まってからだ、と答え、仲間のベルトルトもライナーに注目し、冷や汗をかいているシーンがありました。この時点のライナーたちの目的は、壁をどんどん破壊して巨人を侵入させることで、始祖の巨人の継承者を引きずり出すことでした。兄の質問はその作戦について遠回しにライナーに聞いていたセリフであり、ライナーは巨人がもっと集まってから作戦を実行しようと答えていたのだと思われます。この描写は兄が女型の巨人であることを直接示唆しているわけではありませんが、マルコのダメだよどう考えてもというセリフとも見合っていないことから、兄とライナーが何か企んでいることは伺えるのではないでしょうか。2巻9話ではライナーが無垢の巨人に襲われて敗北しそうになっている巨人化したエレンを助けようと強く主張しているシーンがあります。この時点では誰もエレンが巨人になって戦っていることを知らないので、勝手に巨人が死んでくれて好都合のはずでした。ですがライナーたちにとっては同じ知性を持った巨人であることは明白だったので、その巨人の力をマーレへと持ち帰るために助けようとしていたのです。ここで兄はいつも寡黙なのにもかかわらず、例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう、どんな大砲よりも強力な武器になると思わないと発言してライナーの主張に同意しました。このシーンも兄たちの正体を知った上で読むと面白いですよね。5巻21話では兵士たちの立体機動装置を検査されるシーンがありました。実はこの時兄が持っていた立体機動装置は彼女が殺したマルコのものだったのですが、アルミンが兄の立体機動装置を見て何かに気づいている様子が描かれているのです。要するにアルミンは兄がマルコの立体機動装置をなぜか持っていることに気づいたのでした。ここでアルミンの中では兄の正体を疑うようになります。そして6巻23話で女型の巨人と対峙したアルミンはとある行動に出ました。女型の巨人の狙いが始祖の巨人を継承したエレンであるとアルミンは推測していたので、大声で右翼側で本当に死に急いでしまった死に急ぎ野郎の仇だと発言します。死に急ぎ野郎とは訓練兵時代ジャンによって付けられたエレンのあだ名で、同期である104期生の人間しか知りません。このアルミンの言葉に女型の巨人が反応して動きを止めてしまったのです。その様子からアルミンは女型の巨人の正体が104期生の人間であり、さらに言えば兄であるという仮説も立てたのでした。兄の口実化。女型の巨人との戦いの後、兄は憲兵団に引き渡されるエレンの逃亡の手助けをアルミンから持ちかけられます。それを聞いて兄は再びエレン奪還を狙いますが、これこそが兄が女型の巨人だという疑念を確信に変えるためのアルミンによる罠だったのです。正体がバレてしまった兄は観念したような表情を浮かべ、次の瞬間に巨人化。民間人が多く暮らしているストヘスク内で女型の巨人と巨人化したエレンの激闘が始まります。しかし前回とは違い、兄は互角の戦いを強いられました。追い詰められた兄子と女型の巨人は壁をよじ登り逃亡を図りますが、ミカサによって阻止されます。落下する最中、兄の脳裏によぎるのは父に言われた生きて戻ってこいという約束。最後の力を振り絞った兄は巨人の能力で自らを硬質化させ水晶の中に閉じこもり眠りについたのでした。硬質化の解除。硬質化した兄は地下深くに幽閉され、実に4年もの間水晶の中で眠っていました。眠っている間の記憶はおぼろげながらも覚えており、この間にベルトルトの超大型巨人の力を継承したアルミンが兄の元に通い詰めていたこと、そして語りかけていたことも知っているそうです。物語も終盤に差し掛かった124話、教会にてようやく止まっていた兄の時間も再び動き始めます。始祖の巨人継承者のエレンが地ならしを発動させたことをきっかけに全ての硬質化が解除され、兄も目覚めたのです。見回りに来たヒッチと対面した兄は逃亡を手伝ってもらい外に出て、4年ぶりの食事をしている最中、偶然にもアルミンたちと再会を果たします。この時エレンの地ならしによって幾千万もの巨人が諸外国に向かって行進を始めます。そこには兄の父がいるマーレのレベル欲も含まれていました。兄は父親を巨人に殺されたくないという理由でエレンの暴走を止めるべくアルミンたちと共に行動することになります。父との再会。エレンを支持するイエーガー派の妨害をなんとかくぐり抜け、パラディ島を脱出した兄たち。しかし地ならしの進行速度が速く、どんなに急いでも兄の父がいるレベル奥に間に合わないという状況に陥ります。それを聞いた兄は父に会えるのは絶望的だと察し、愕然としました。もはや戦う理由もなく戦線離脱を決意。アルミンたちとは別れてガビとファルコと共にアズマビト家の船でそのまま避難します。しかしまだ諦めきれないガビとファルコによって再びエレンの元へ向かうことに。エレンの元に着いた兄たちは歴代の9つの巨人たちとの戦いにおいても活躍を見せます。そして始祖の巨人の能力の発動条件となっていたジーク・オリバイが倒したことで地ならしが停止。
アルミンが超大型巨人へ変身した際の爆発によりエレンもこっぱみじんに。最終的にはミカサがエレンの首を切ったことでようやく最終対決の決着がつきました。そして兄はというと最終話を前にして父親と無事再会することに成功します。長い年月を経て兄は父との生きて帰ってくるという約束を果たすことができたのです。最終話で兄が亡くなったエレンに向けて言った言葉が、あいつが私たちに長生きしろって、あんたは余計なお世話なんだよ、死に急ぎ野郎でした。死に急ぎ野郎というのは兄にとって一つのキーワードになっているのかもしれませんね。その後3年後の世界が描かれましたが、個人的に気になるのは兄はアルミンと結婚したのかどうかということです。女型の巨人の正体に気づいたのもアルミンでしたが、兄は何かとアルミンとセットで扱われていました。その詳細は描かれませんでしたが、いい雰囲気なのでもしかしたら最終的に2人は結婚したかもしれませんね。皆さんの予想もぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。